マスターマインドジャパンアーカイブセカンドにようこそ。本日ご紹介するのは、マスターマインドジャパン10周年記念のブルゾンになります。マスターマインドジャパンに自分がハマったのは、この一着の T シャツからでした。このドクロと剣二丁拳銃のバランスがすごく好きで、これを見た瞬間すごく惚れました。この T シャツ、本当に高くて、すごくびっくりしました。 でも、雑誌の銀座という、あのー、その雑誌でこれの紹介をされている時に、すごい何回もその、これを売っているお店に足を運び、どうしようか、買おうか、どうしようかって迷いながら、あのー、ずっと、どれぐらいかな、1ヶ月ぐらい悩んで、あのー、結局手に入れました。で、なんで迷ったかっていうと、これがスタッドだからです。見てもらうように、ここが剥がれてるんですよ。 こういう風うに剥がれるっていうことを僕はイメージしてたんです。プリントものだったら、これ剥がれることなく、永遠にずっと、まあ、T シャツの生地自体はボロボロになるかもしれないですが、あのー、永遠に綺麗な状態で映ってるんで、僕はプリント T シャツの方が欲しかったんです。そして、この T シャツのきっかけに、 大分県にある村上園っていう村上太陽さんと知ることになり、そこからもどんどんマスターマインドジャパンの虜になってきました。僕からしてみたら、その村上太陽さんがいたことによって、自分は、その、こんだけマスターマインドを愛するようになったんだなと思います。今日は、それの、思い出の深い、あの、ブルーゾーンを紹介していこうと思います。 これがマスターマインドジャパン10周年の時に発売されたスワロフスキーと、あスワロフスキーのマスターマインドジャパンとロアのコラボのブルゾーになります。これが出るまで自分は村上の方にプリントの T シャツは出ないのかっていうのをずっと問い合わせをしてみました。でも、あのー、太陽さんはそれは出ないよって、もうマスターマインドジャパンとしては あの、プリントのものよりも、スワロフスキー、特別なもので、このロアとマスターマインドジャパンとのコラボをしていくっていうふうになっているっていうふうに言っておられました。だから結構、マスターマインドジャパンとロアとのコラボの T シャツ、まあアイテムっていうのは、プリントのものって本当出ていないんですよね。僕が知っている中では、 長野家のリバーと村上太陽さんの3周年記念の時の T シャツが、まあリバーのは、あれはパッチワークになるのかなちょっと、あのー、定かではないんですが、その2つぐらいです。本当にあのー、メタルとかグラスビーズとかスワロフスキー使ってない記事的なものを使っているのは、この2種類ぐらいしか今のところ僕は記憶にありません。あくまでも T シャツの話です。 で、このブルゾンっていうのは、あのー、そういう太陽さんにずっとロアとマスターマインドのコラボが出ないのかっていうふうに聞いてた時に、ちょうどマスターマインド10周年の時に特別記念でスワロフスキーのブルゾンが出る。まあ、その当初はスカジャンっていうふうになってました。これは。あのー、スカジャンが出るっていうふうになってたんですけど、あのー、今から思ったこれはもうブルゾンですよね。スカジャンではなく。 で,で、初め、やはり金額は金額だったので、買おうか買わないかっていうのをすごく迷いました。で、すごく迷ってて、やっぱり金額が高いから買わないっていうふうに初め言ってたんですけど、やっぱり後からすごく欲しくなって、で、まあ、この時、あの、マスターマインドジャパンっていうのは何が出るっていうのが分かってて、で、 あの、欲しい方はそれが見たいっていうのをリクエストすると、そのサイズをオーダーしていただいて、で、買う、買わない別にして取り寄せてもらって、サイズがあったら購入するっていう形をとってたんですが、あのー、自分はもう、もう高いし、えー、いいやって思ってたんですけど、ほんと途中でも、僕コロコロこ、こう、欲しいんだけど、やっぱりいらないとか言ったりとかする時あるんで、 あのー、本当出てから、やっぱりこの M サイズないんですかねっていう風に聞いた時に、太陽さんのとこから S サイズだったらあるっていうので、S サイズが届きました。で、届いて着させてもらったら全然やっぱサイズちっちゃかったんですね。で、S サイズじゃ無理だっていう話になって、諦めてたところ、太陽さんが1着だったら M サイズがありますっていうので、これを出してきてくださりました。 それでは見ていきます。これね、高級なベロアの、あのー、生地になってます。で、これスワロフスキーです。これね、クリスタルなんですよね。あのー、普通だったら、陰影をつけるんですけど、陰影つけずにこれ、両方ともクリスタルになってます。で、ジッパー外すと、生地がロアマスターマインドの生地になっています。で、これがロアのチャームアクセサリーになってますね。こんな感じですね。 すごい、かっこいいですね。これ、今から12年前のものです。結構僕ね、綺麗に着ている方だと思うんですよね。で、ポケットの方も、あの、ここに2つついていて。で、リブの方ですね。こんな感じです。これね、もったいなくてあんまり着てないんですよね。本当に、あの、太陽さんとの思い出もあるので、あの、本当に大事に今も持っています。これがバッグになります。 むちゃくちゃ存在感ありますよね。で、前もお話ししましたけど、このロアーガンズっていうこの文字。この細かいところ、ソアロスキーを細かくすればするほど高級感があるんですね。どちらかというと、こっちのでかいドクロの方が、まあ、価値的には薄いのかもしれません。そしてマスターマインドっていう文字ですね、これね。あのー、これですね。マスターマインドっていう文字があります、これ。ブルゾーンね。 これやっぱ存在感あってかっこいいんですよね。で、これがバックの全体像になります。で、ポイントがここなんです。D ンにスワロフスキーがあるんです。この10周年のロアマスターマインドの時からこの D ンにスワロフスキーが埋め込まれてて、この技術っていうのはものすごくすごいんですよね。これ豪華ですよね、すごく。10周年からこのスワロフスキー使ってて、アウター系にこういう D ンがついていることが多いです。 もう一度バックから撮ってみます。これです。僕はこのデザインが一番好きです。上にロア・ーガンズ、そしてマスターマインドになっています。えっ、ー、と、この時はね、まだロア・ーガンズっていうのは、ロアっていうのは日本、ロア・ーガンズっていうのはヨーロッパで戦う時の文字になっています。またこのロアーっていうブランドも、スワロフスキー使った T シャツ出ていますんで、何点かご紹介させていただきたいと思います。 あと、日室京介さんファンには、おーって思うような T シャツも出ているので、それもご紹介できたらいいなと思っています。これがまたフロントに戻ってきました。で、これは僕は村上太陽さんとの思い出の本当に一着のブルゾンになるんですがで、太陽さんっていうのは自分とこのお店で自分の商品を、あのー、自分で買わないんですね。 あくまでも自分とこのお店のものはお客さんのために取っておいて、自分が欲しいところは、あのー、よそのお店で買うようにされてたと思います。これね、間違ってたら本当申し訳ないんですけど、このブルゾンっていうのは、太陽さんが長野県の確かリバーで予約してて、その、太陽さんの M サイズを僕に譲ってくれたと思うんですよ。だから、まあ、 太陽さんのところからリバーさんに行って、リバーさんが太陽さん。で、僕のところに回ってきた、このブルゾンなんですね。多分ね。あの、多分これ太陽さん自分の店のもんじゃないと思います。ちらっとね、そのような話、太陽さんから聞いたことがあるんですよね。で、まあ、確認できてないことをこう、喋るっていうことは、本当悪いんですけど、あの、それも一つの僕の思い出になっているので、だから、人の縁っていうものを感じます。 ただ単なる自分がこう、かっこよくて、マスターマインドジャパンを着ているわけではなく、やっぱりその人とのつながりっていうものを感じながら僕は洋服を着ています。で、チラホラマスターマインドっていうのは、いつまでドクロ着てんのとか、何歳ドクロに着てとか、趣味が悪いねっていう、いうコメントもすごくあるのを僕知ってます。で、僕もそこそこいい年齢なんで、マスターマインドのこの洋服っていうのを着る、 っていうのは、ものすごく、ある角度から見た恥ずかしいやつですよね。でもね、やっぱり、それを押し通してでも、やっぱりこだわり抜きたい洋服のスタイルっていうのがあるんですよ。自分のスタイルっていうのがあるので、60、70になってみんな、後ろ指刺さ,されて、あいつ何歳だとか、こんなドクロいつまで来てってバカじゃねえのって言われても、それを貫き通せれば、それは僕はかっこいいと思うんですよね。 中途半端に人の目を気にしながら洋服のこだわりをこう貫けない人っていうのはあのー、僕の中ではないですね僕の中ではですよだからアンチコメントもいっぱい来ると思うんですけどあのー、まあ、コメントが来るほどあんまり人を見てくれてないんで言いたいこと言ってるんですけどやっぱり誰でもこの独ロだけじゃなくて自分が好きなものに対してこだわりを持って貫けるっていうのがやっぱり 男だと思うし、それが女性であれ、男性であれ、やっぱり、そうですね。批判を受けながら、別にどこロ着てて、あのー、誰かが借金するわけでもないので、まあ自分の、こう、できる範囲内で借金せずに切れればいいかなと思っています。 だから、自分の中ではこのブルーゾーンが60、70になって、まあこれ見てる人がキモいなこいつって思う人もいると思うので、それはそれで正解だと思うので、あのー、そういう人は自分の好きな、あのー、周りに流されながら生きていくっていうやり方もいいと思うので、自分は死ぬまでこれを大事にしていきたいなと思っています。今日ご紹介させていただいたのは、マスターマインドジャパン10周年記念、ロアガンズと、 マスターマインドジャパンとのコラボのスカジャーになります。そして、これに対しては、あのー、村上太陽さんとの思い出の一着のブルゾになっています。そういうブルゾも今日ご紹介させていただきました。